賞機構。今日からお得、未来も納得。小規模企業の個人事業主、共同経営者、役員の皆さんに耳寄りな小規模企業共済制度のお話です。ご存知でしたか？中小機構の小規模企業共済制度、皆さんが事業を辞めた時の生活の備えとしての退職金を節税しながら賢く積み立てていく国が作ったお得な制度です。この制度に加入している方々の声をお届けします。一人目は札幌で住宅建設の事業を展開する佐藤さんです。私一人がやってる形になります。で、仕事の内容としては個人の一般住宅 の、まあ、あの新築工事をメインに工事をしている会社です。やはり税制上非常に、まあ、得っていう言い方おかしいですけど節税になる。最終的にリタイアして事業を閉めるって言った時には、まあ、退職金代わりというかその時点で節税の効果もあるんで、まあ、そういう意味でダブルで得だし、まあ、置いとくことによって自分がどうしても途中でお金が必要になった時にも借り入れもできるということで安心の材料としてはいいもんじゃないかと思って入りました。やはり毎年毎年その所得の控除の部分もになってくれるっていうのもありますし、まあ、最終的にその受け取る時も、まあ、一括でもらうなり、まあ、分けるなりいろんな受け取り方法もありますし、まあ、その時にも税制の優遇があるっていうことと、あと、まあ、国とかのバックアップもあって、まあ、そういう意味での安心っていうのはあると思いますね。最初入った時も最初の1年2年貯めてるうちはいやなんかたまらないなっていう感じだったんですけど、やはり年数が経ってくるとああもう知らない間にこんななってるんだなっていうのと、極端に言えば来年私がもう事業辞めますって言っても額が目減りすることなくってみれば自分の貯めた分だけは確保されていつでももらえるっていう部分が安心感がありますんで、それはすごくメリットだなと思いますね。2人目は2代目大家として不動産賃貸経営を営みながら賃貸経営セミナーも開催する札幌の米宇さんです。主人と2人で行っている小さな会社なんです、不動産賃貸事業を行うということで、まあ、会社を作って法人化して役員報酬ということでね、お給料をいただいている形なんですけれども、この小規模企業共済の場合は掛け金が全額控除してもらえるのっていうのが一番最大の魅力でしたね。あとは老後って言ったらあれなんですけれども確実にお金も貯めることもできるし税金が安くなってるっていう実感を感じています。加入した理由のもう一つの最大のメリットなんですけれども、掛け金をもしちょっと今金銭面的に辛いなっていう時には自分の状態に合わせてコントロールできるっていうのもものすごく契約するときにしやすいなと思ったので、退職して、まあ、収入がねなくなったときにいただき方もその一括っていうこともあったり、あと分割とかあとその両方合わせたタイプっていうふうにやっぱり選べるっていうのがとにかく一番いいですね。あともう一つの魅力が担保なしに掛け金に応じて融資も受けられるっていうのも後になってからよくよく読んでわあすごいなと思いましたね。いかがでしたか？節税ができて今日からお得、確かな備えで未来も納得の小規模企業共済制度。この制度のポイント一つ目は掛け金が月額1000円から7万円の範囲で自由に選べること。2つ目は掛け金が全額所得控除されることによる今日からお得。3つ目は納付した掛け金の受け取りは一括の場合は退職所得扱い、分割の場合は公的年金などの雑所得扱いになる嬉しい未来も納得。4つ目は資金に困った時の貸付制度があることなど4つの嬉しいポイントがある制度です。中小機構の小規模企業共済制度は皆様の安心と未来を支える制度です。
詳しくは中小機構まで。中小機構。